今回は牛肉とインゲンのオイスターソース炒めの作り方を紹介します。細切りにした柔らかい牛肉とサクッと酸味のインゲンをオイスターソースで炒めた料理。それでは作っていきましょう。インゲンはヘタとひげの部分を切り落とし3等分にカットします。玉ねぎは縦にスライスします。牛肉はもも肉の塊を使います。上から手のひらで肉を押さえて、包丁をまな板と肉の接地した面から切り込みを入れ薄くスライスします。そのまま押さえたまま、2ミリ幅くらいにスライスしていきます。上の方にまだ厚みが残っていたら、そぎ切りして厚みを揃えます。肉の線に沿って手前から向こうに押すようにして、2ミリ幅の細切りにしていきます。材料は牛もも肉 100g、 生姜みじん切り小さじ1、インゲン15本、玉ねぎ1個です。牛肉に下味をつけます。塩、味の素、黒胡椒、醤油を少量ずつ入れ、軽く揉み込みます。卵を小さじ1くらいで肉に含ませていきます。片栗粉を大さじ1でまぶします。最後に油を少量入れコーティングしておきます。調味料を合わせておきます。砂糖小さじ1です。酒を大さじ1です。オイスターソースを大さじ1です。醤油を大さじ2分の1入れます。ごま油を少量で香りをつけます。よく混ぜ合わせておきます。鍋を加熱し油を入れ温めていきます。油がまだ熱くなる前に肉を入れ油通しします。高温の油に肉を入れると一気に肉が固まってしまい団子状になってしまうので注意です。肉の表面が白くなってきたら引き上げていきます。大体このくらいです。火を通しすぎると肉は硬くないので早めに引き上げましょう。このまま油の温度を上げて高温にしていきます。油をお玉で混ぜながら温めていると油が軽くなってきたような感じがします。このよ
春になってきたら油の温度が上がってきた証拠なので、インゲンを油通しっていきます。インゲンを入れたら5秒かかります。5秒経ったら玉ねぎを入れ、また5秒数え油から引き上げます。油を切った鍋に生姜を入れ、軽く炒めます。生姜のいい香りがしてきたら、揚げた具材を全部入れ、軽く炒めます。合わせ調味料を上からかけて、絡めていきます。あとは全体に炒め合わせれば完成です。鍋を振りながら炒めた具材をお玉に入れ、さらに盛り付けます。これで牛肉とインゲンのオイスターソース炒めの出来上がりです。ご飯が進むのは間違いなしなので、よかったらお試しください。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理の作り方を紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。最後まで見ていただきありがとうございます。また次回よろしくお願いいたします。